瀬秋コールアラベスク1風の寒い黄昏だった勝子は有楽町駅の高い石段を降りると30近い職業婦人の落ち着いた足取りで自動車の混み合った中を通り抜けて銀座の方へ急いだ。 勝子は東京郊外に住んではいても銀座へは1年に1度か2度しか来なかった郊外の下宿から毎日体操教師として近くの小さい女学校に通うほかにはめったに外に出たことがなかったやや茶色がかった皮膚には健康らしい艶があって体全体の格好がよくて背の高い彼女は。 誰が見てもどちらかといえば美人に違いなかったがそれでもまだ家庭ということを考えたことはなかったそれには別に変わった理由があるわけではないただ彼女は結婚というものをそんなに楽しいものと思わないまでである世の中の大部分の人は皆いい加減な結婚をしてとにかく表面だけは楽しげに見えても 立ち入ってみればそれぞれ不幸を抱えているそれより冷徹した冬の大空を昇る月のようにこの月に自分を例えるときには彼女はいつも涙ぐましいほど浄化された気持ちになれた自由に純潔でありたいと思った彼女はさみしいのが好きだったそれに彼女には 仕事というものがある彼女は満身の愛を生徒たちに捧げたまた実際それらの生徒たちは愛さずにいられぬほど可愛らしかった小さい学校が彼女の世界の全てであった毎日の生徒の世話運動会試験交友会遠足府警会 対抗競技修学旅行講習それに自分自身の収容助教師の生活もなかなか忙しいのであるだから散歩がてらに銀座へ買い物に来るようなことは彼女にとって珍しい出来事だった勝子はスキエ橋を渡ると56台続いて横切る自動車を立ち止まって待って それから電車道を通り抜けて滑らかな人道の上を静かに銀座の方へ歩き始めたすると向こうから黒い街灯に灰色の絹の襟巻きをした一人の紳士が来てじろじろ彼女を見ながら通り過ぎたのであるがその男の細長い顔は血の毛がなくて髪のように白く濃い眉の下の鋭い目には 気味悪いほどの光があって、美しいというよりはむしろストライキングなその顔立ちから彼女は瞬間ではあったが妙な印象を受けたのであった華やかな銀座の店々せせには伝統がついてそぞろ歩く人々の顔もなんとなく晴れやかであった勝子は温かい百貨店へ入ると 誰でもするように、しばらく物珍しげに当てどもなく歩き回りやっと毛糸ばかり並べた場所を見つけるとそこでフライシャーの白いのを1ポンド半買っていつも大切な買い物をする時に必ず持ってくる紫色のメリンスの風呂敷包みを出して包んで目的を果たしたもののかすかな満足を感じながら昇降機の方へ行った。 そして下りの昇降機を待つ間そこにあった大きな姿見の前に立って暖かそうなラクダ色のコートと同じ色の緑色の顎巻きにくるまった自分の姿を見て光線の具合か髪の格好やからだったがいつもより美しく見えるのに軽い埃を感じた。がその時。 彼女は同じ鏡に戦国橋のそばであった男が映っているのを見てぎょっとしたしかも男はやや離れたところに立って彼女の後ろ姿を見ているらしく明るい伝統を受けた顔がすごいほど白かった彼女は振り向きもしないで鏡のそばを離れると 急いで一軍の人と共に昇降機に乗って下へ降りた町へ出るとすっかり日が暮れて時々吹く風がぞっとするほど身にしみた彼女は風呂敷包みを小脇に抱えてさっさと歩きながら鏡に映った男のことを思うともなく思い出した途中で出会ったのに。 また引き返して自分と同じ店に入ったのだからあるいは自分の後をつけてきたのかもしれぬもしさようだとすれば何のためであろう明るい電統のともった飾り窓を見るような風をして彼女はふと後ろを振り向いてみたすると彼女の想像どおり 五六軒離れたところを歩くその男の姿が見えたのではっと胸とどろかせながら急いで向き直って今までより歩道を早めて歩き出したそして尾張町の角を曲がると一直線に有楽町の停車場の方へ向かったもはや彼女は黒い街灯の男が自分の後をつけていることを疑わなかったけれども 何が目的で後をつけるのであろう一体彼は誰であろうかスリとも見えなければ不良青年とも見えずそれかといって今までどこかであったような記憶もなかった年の頃は30から40までということは分かっても確かには判断できなかった勝子はもう一度振り返ってみようかと思ったが その男の視線とぶつかるのが嫌だったので振り向かずに歩いただが橋を渡って停車場の前まで来るととうとう男が追いついて陰吟に帽子を取って失礼ですがちょっとお話がしたいのですが勝子は男の態度が意外に丁寧だったのでやや安堵して立ち止まって ししげしげその顔を見守った。鋭い感受性を表したような高い整った花死人のように青白い皮膚の色潤ってギラギラ光る瞳には臆病さとともに異常な精神力が輝いて誰でも一目見たら忘れられぬ顔であったあななたたはどなたですかこう勝子が聞いた。 すると男はどう切り出していいか迷っているらしくしばらく黙っていたが、落ち着きのないおどおどした調子で、私は宮地銀蔵というものです。お初めてで紹介もなしに呼び止めるのは失礼かもしれませんが、大変なお話があるのです。こういう彼の言葉にほとんど愛顔的と言っていいほどの熱心がこもっていて、 息遣いを激しくしているのを見ても彼がこれから話そうとするのが何か大変な話であることは分かったそして不思議にも勝子は相手のドギマギしているのを見るとかえってそれに反比例した心の落ち着きが保てて単なる好奇心のほかに憐れみと同情の念さえ起きるのであった何でございますか大変なお話って。 一口には言えないのです。なんですか？順序を追って話さなくてはわかりません。寒いですから歩きましょう。歩きながら話しますから。公園の方へ行きましょう。勝彦はこの巨人のような男と別れて早く停車場へ入りたい気がしたが、なんだか大変な話というのが気にもかかるので、しぶしぶ彼と並んで。 公園の方へ歩いて行った。しばらく2人は黙っていたまず重苦しい沈黙を破ったのは勝子であった私は宮地銀蔵といいましてと男は2度目に自分の名を繰り返して友人と2人で郊外に 宮地製氷所という小さい工場を持っている男ですけれども商売の方はこの頃は友人に任せきりで私は一日の大部分を散歩に費やしているのです散歩耳を疑うように勝子が問い返したええ散歩に費やしているのですなぜ何も考えず 街をぶらぶら歩きながら通りすがりの人の顔を見るのが私の道楽なのです。私は絵を見るよりも骨董品をつつくよりいろんな人の顔を見て歩くのが好きなのです。まあ驚いたようにこう言って彼女はクスクス笑うのであった。が、男は、 彼女が笑うのには頓着せず低い力のこもった臆病げな声で続けた日本人の顔も悪くはないが本当に陰影があって面白いのは外国人の顔ですことに白人やインド人の顔はいつまで見ていても飽きませんねそこへ持っていくと。 日本人の顔は未製品です。深みがない。日本人の顔よりまだシナ人の顔の方が面白い。少なくも日本人のようにカサカサしていないし、油を塗ったような丸みがあるです。それはちょうど日本の焼き物とシナの焼き物の差と同じですね。私は。 明るい顔は好きですがいつも霊性を浮かべた狡猾な顔は好きません日本人にはそれがよくあるですそれよりもむしろ陰気な寂しい顔の方が真面目で気持ちがいいと思います失礼ですがご用事というのは何でございますか私早く帰りたいのですけれどいや これがにる前置きなしには話せない出し抜けに要点を話したらきっとあなたがびっくりなさって私を信用してくださらないと思いますこう言って男が口をつぐんだ2人はいつの間にか静かな夜の公園を歩いていたしばらくして 勝彦が一りごとのように低い声で、わかった」とつぶやいた。なんですか？あなたは私の顔に興味をお感じになって絵を描くためにモデルになってくれとおっしゃるのでしょう？いいえ、少し違います。まあ、もう少し辛抱して聞いてください。私は夜なぞじ と自分の顔を鏡に映してみるのが好きですそして長い間自分の顔を見ているうちに私は自分の運命を予言できるようになりましたどうして予言というのは少々大げさですがとにかく自分の顔色や目元に現れた口では言えぬ繊細な感じで 長い未来のことまでは分からなくても2、3日後の運命ぐらいはどうにかこうにか読めるようになったのです。私は東洋の駅や人僧学や西洋の骨僧学や手僧学も一通りは研究してみましたがそれらからは何の得るところもありませんでした。私の方法は 人の顔をちょっと見たときの感じ、その感じからいろんなことを端的に直感するのです。そしてまたそれが非常によく当たるのです。そして私は毎日たくさんの人の顔を見て歩いているうちに、ふと、きょうあなたの顔を見たのです。私は、 あなたの顔を見たとき、自分の目を疑うほど驚きました。死のうでも現れていたのですかいいえ。ではどうして私はあなたの顔を一目見て、これが私の妻となる人だと知りました。すると勝子が静かな夜の空気を震わして、 出し抜けに高い声でからから笑い、笑い終わったときにこう尋ねた。あなたはブレイクのようなことをおっしゃるのね。私の顔のどんなところを見てそんな判断をなさったのです？けれども男は真面目であった。寒いのに額の汗をハンケチで拭きながら声を震わして言うのであった。 ブレイクの場合とは違います。彼は突発的に妻を直角したのですが、私のは、今日だけは直角でも何でもない。実は、以前に幾度もあなたを見たことがあるのです。今夜初めて見るのではないのです。どこで見たのです幻で見ました。私には、ずいぶん前から、 時々自分の妻の顔を見ようと思って静かな部屋で目をつぶる習慣があったのですすると私の目の前にいつも同じ幻があらわれてきましたそれは右手に高い黒い倉庫のような建物があってあたりがたそがれのように暗いのに向こうの空が青く晴れて その空を背景にして、一人の女が立って、私の方を見ながら、招くように微笑しているのです。私は、その女の顔をいつでもはっきり見ることができます。破綻凶型のぱっちりした目は、どこか私が子どもの時に死んだ母の目に似ていて、 方から顎にかけた線に何とも言えぬ素朴な優しみがあります。そしてその顔全体があなたの顔とちっとも違わないのです。彼女は何と言っていいかわからなかった。男の言うことは常識ではとても信じられないが、それかといって彼の態度や話の調子から判断して。 でたらめを言っているものとは決して思われなかった。彼女が黙って聞いていると、男は調子に乗っていつまでも喋り続けた。そして男の言うことはすべて彼女にとって信じられないほど不思議で耳新しく。それも全然口頭無形であるなら正確に相手を批判することもできたが、彼の言うことは突飛であっても。 まんざら一つの系統がないことはないので余計に判断に苦しんだどうせ聞いていても別に損になるわけではないと思って勝子はきつねにつままれた心地でただぼんやりとちょうど波に揺られる気持ちで相手の言葉に耳を貸していた愛の言葉というものはたとえそれが どんな形式で語られようと女の耳にピアノと同じ響きを持つものであらねばならぬ辺りは静かで葉の落ちた高い小嶺の上の電統が湿っぽい夜の闇を照らしていた2 ここのことがあった翌日、出し抜けに銀蔵が行方不明になった銀蔵の親友でもあれば事業上のパートナーでもある紅松は心当たりを電話で片っ端から訪ねてみたがダメであったで3日目の朝とうとう警察の助力を請うた着物にトンビを着た恒川警部が 同じ服装の巡査を一人連れて宮地製氷所を訪れたのは3日目の午後であった製氷所におけるただ一人の事務員である呉松は2人を事務所へ案内するとちょうど女中の老婆が外出して留守なので自分で茶など出し世間慣れた快活な態度で対応した宮地君は2ヶ月ほど前から発狂していたのです。 それが3日前にどこへ行ったか帰ってこなくなったのです何しろ精神描写ですからうっちゃっておくわけにまいりません随分心配しています何ご安心なさい私が徹底的に調べればすぐ行方はわかります失礼ですがあなたは私は暮松といって宮地君の昔からの友人で

精神病者としての兆候は宮地君が発狂したのはあまりに性評に熱中したからだろうと思うのですその熱心は次第に激しくなってことにこの2ヶ月以来というものは白熱的でそばで見ていられないほどでした氷の前に立った宮地君はまるで宝石の前に立った宝石屋のようでしたまた実際宮地君は 氷を宝石とでも思っているらしく、光線を受けて奇妙な光を発する複雑な角度を持ったいろんな氷を作って楽しんでいました1時間も2時間も氷の前に立って黙って見つめているようなことがよくありましたそれに神経が非常に鋭敏になりまして工場の男がのこぎりで氷を切っているとその音を聞くと 自分の体をのこぎりで切られているようだと言って急いで逃げ出したこともあるぐらいです以前は私と一緒にこの事務室で事務を取ることも多かったのですが最近では午前中は工場で氷をつつき午後になると毎日欠かさず散歩に出て街をブラブラ歩いていました一通り話を聞くと警部と巡査は暮松に案内されて 建物の中を見て回った。建物は狭い事務室大きな工場銀蔵の部屋銀蔵の世話をする老女中の部屋台所浴室の6つに区切られている紅松は自分の家から昼間だけ事務室に通勤しているのだ3人はまず事務室から始めて 浴室台所女中部屋工場銀蔵の部屋と順々に見て回った広い工場には直径1軒もある車輪が音も立てずに回転し長いベルトが凄まじい勢いで滑って数人の男が脇目も振らず働いていたしかし警部にとって最も興味があったのは銀蔵の部屋であった 大体この建物は郊外の工場などによくある粗末な南京下見のあまり立派でない建物ではあるがただ銀蔵の部屋のみはまるで別世界のごとく立派に飾られ広さはわずか1516畳だが壁と天井には一面に緑色の勝った品のいい壁紙を貼りその壁の一方の 押入れのごとくくぼんだところに厚い織物のカーテンをかけてその中に贅沢なベッドを作り床には歩いても音のせぬ厚い緑色の絨毯を敷き詰め部屋全体の装飾が濃い黒っぽい緑色に統一されていて北に向いた2つの窓のカーテンさえ同じ色なので昼でも部屋の中が薄暗く 陰鬱に感じられるのであった「家具は両袖のある大型のデスク気持ちよさそうなスプリングのいい長い子と2つの安楽椅子洋ーダンスと化粧台と円テーブルと本棚ちょっと寝室と居間とを一緒にしたような便利な部屋で角の方にはガスストーブの設備さえできている。 それから奇妙なことには壁には数個の額縁がかかっているのだがそれがどれもこれも氷の絵で中でも太陽を受けてまぶしいばかりにキラキラ輝く北氷洋の氷山の大きな写真とそれからアンデルセン物語の中の青年ルディがスイスの湖水で溺死して水の底に沈んでいるのを 氷の精が切奮している絵なぞは事に著しいものであった警部と巡査が一通り銀蔵の部屋の飾りつけを見終わった後紅松は銀蔵のデスクの引き出しから数枚の写真を取り出してここに海底の写真のようなものがございましょう島台が一列に泳いでいて下の方から細長い海藻が。 ののようにのたうにたっています。けれどもこれは海底の写真でもなければ水槽の写真でもないのですよーく見ると海槽のうねりに一種の幾何学的リズムがあって装飾的に図案化されているのがよくわかりますこれは装飾用の氷柱の写真なんですなるほどそれから これは写真ではよく分かりませんがこの点のようなものがみんないろいろの色なんです虹の7色を配列したのです宮地君はこの色彩の配列を考えるのにほとんど1週間の間も食事も忘れるほど頭をひねっていました彼がひどい神経衰弱にかかったのはこの氷柱を作った頃からです 3人はデスクの引き出しを一つ一つ開けてその中から他所から来た手紙や雑多な書類を取り出して調べてみたが銀蔵の行方を推量すべき手がかりになるものは何もなかった本棚には「永、ええ」「読」の書物がいっぱいに詰まっていたがそれがまるで氷に関する文学と科学の書物であったことは言うまでもない。 本棚を調べ終わると、警部は細かく買った口ひげのあたりを右手でつつきながら、もう部屋はこの他にありませんか。はあ、事務室と工場と女中部屋と台所と浴場と、それからこの部屋とみんなご覧に入れました。すると警部がけげらしい顔をして、低い重みのある声で、 それはおかしいと言った今まで終始快活な微笑を浮かべていた紅松は急に真顔になって警部の半ばはげかかった広い額とやや陰鬱な威厳のある目をじろじろ見入ったなぜですだが警部はこの問いには答えないで黙ったまま考えていたが やがて第二の質問を発した「この家には今はどこにも電灯がついていないでしょう」「昼は電灯をつけません」「電線から来る電力はどこにも使っていないのですね」と言って警部は念を押すようにクレマツの顔を見たほう。 それや不思議だちょっとこちらへ来てごらんなさい警部は2人を導いて台所へ連れていきそこの戸棚の上の壁に備え付けてある電灯のメートルを挿したよくごらんなさいあの計量器の輪が動いていますこう言われて2人が目を細くしてあおいでみると なるほど、暗くてよくは見えないけれど計量器の中の白い輪がちょうど蓄音機のレコードのように絶えずぐるぐる回転している3しばらく計量器を仰いでいた倉松はほっと長いため息とともに警部を振り返って。 いぶかしげに眉をひそめて言うのであった。なるほど、不思議ですね。計量器が動いているとすれば、どこかに電気が使ってなければならないですが。すると、今まで終始黙っていた巡査が、そばから口を出して、計量器から続いている電線を調べてみればわかりますよ。ひつ私が天井に登って、 をと、呉松は考え深そうな落ち着いた声でこんなことは宮地君の行方とは何の関係もないことです。わざわざ天井におぼりにならなくてもいいでしょう。警部はニヤニヤ笑いながら、重お々もおもしい声で言った天井には上がらんでもいい。 実はさっき計量器が動いているのに各部屋とも電灯がついていないのでどうもおかしいと思ってあの部屋のじゅうたんをちょっとまくってみたのですすると確かに床の上を電線が1本張っていましたこちらへ来てごらんなさい3人はまた元の銀蔵の部屋へ帰ったそして 警部がしゃがんで部屋の角のじゅうたんをまくると厚い床板の上に黒い電線が1本張ってあるのが見えた巡査と紅松は戦国警部がじゅうたんをまくっているのを見ないではなかったが警部が「これは立派なじゅうたんだ」と言っていたので床を調べているとは思わなかったのである警部は体を起こして アンケチで手を拭きながら、この部屋には天井から垂れた電灯とあのデスクの上のランプが一つと2つ電灯がありますね。しかしこの電線が天井の電灯に続いてないことは確かですしまた調べてみなくては確かなことは分かりませんが多分デスクの上に置いてある電灯ともう 続いていないだろうと思うのです紫色の傘のかかったデスクの上の電灯のコードを調べるには時間はかからなかったデスクから下へ垂れ下がったコードはすぐそばの壁際のソッケットへつないであるだけで床の上へは引っ張ってなかったさあ床の上の電線の行方を調べてみましょう。言いながら、 警部がデスクのところから元のところへ帰ると呉松と巡査が邪魔者の洋服ダンスを少し脇へ寄せたそして3人が重い絨毯の隅を広々とはぐってみると壁の下から出た黒い電線は2尺ばかり床の上を斜めに張って床板の隙間の中に入っていた床板の隙間をナイフや包丁でつついていたら 厚さ2寸もある重い床板がやっとのことで起き上がったがよく見ると起き上がった3枚の床板には内側から横木を2本打ちつけて3枚が1枚のごとく一緒に動くようになっていてちょうど壁際のところの内側には丈夫な蝶つがいさえつけてあった彼らはそこから下をのぞいてみた そこには真っ黒い穴が口を開けていたよく見ると幅が三尺ばかりあるコンクリートの階段が下へ降りているらしい警部は恐る恐るその階段を降り始めた巡査とまつも後に続いた彼らは辺りが暗いので 時々両側の冷たい壁を手探りながら静かに片足ずつ階段を下りていっただが下へ降りれば降りるほど湿っぽい土臭い空気が鼻を突きその上次第に温度が下がって骨の髄までしみる寒さであったそして長い階段の一番下まで来た時には彼らは 極度の興奮と寒さのためにブルブル震えなぜという確実な理由は別にないのだがおそらくはただぼーっとした一種の恐怖心に支配されて足音を立てるものすらなかったただ黙ったまま漆のような濃い闇の中に立ってしばらく耳を澄ましていたやがて警部が 静かにポケットからマッチを取り出して吸ったがその光はすぐ深い闇に吸収されてただちょっとの間3人の顔をおぼろに浮かび立たせたのみだったしばらくすると3人はひとかたまりになって片方の壁を手探りながら歩き始めた階段の位置や歩いていく方向から判断すれば ちょうどその辺が工場の真下の辺りに当たるらしくあるいは工場から数畳の鉄管でも降りているのか手足が凍るほど冷たかった階段を降りておよそ3軒ばかり進んだと思う頃彼らは壁のようなものにばったりと進路を遮られた探ってみるとそれはドアであるらしい 警部はまたマッチをすろうと思って片手をポケットに入れたが深い沈黙を破るのが怖かったので中止して用心しながら両手でドアを探った不安な予感と緊張した期待に3人が3人とも胸を激しくとどろかせて寒さのために歯の根が合わぬほど震えたやがて警部がハンドルを探り当て 丈夫な手で握って静かに右へ回すとドアは音もなく後ろへ開いたとその途端に彼らは思わず「お<っ>と叫んで身を縮ませたドアの向こうにはドアの向こうにはやや離れたところに一つの大きな窓があって あたりが一面に歯石をベンゼぬ真っ暗闇であるのにただその窓のみが四角に区切られた火炎のごとく大々色に輝いているのであるだが彼らがそれを窓と意識したのはほんのわずかの間で次の瞬間にはそれが一つの大きな氷の塊で内側から 血のように濃い大々色の電光に証明されているのだとすぐに分かった彼らは急いでそばに駆け寄ったそして近くに寄ってみてまた二度目に「あ<っ>と叫んで身を縮ませたその氷の中には小さい白い花を持つ柔らかい草花が。 高いところにも低いところにも一面に唐草模様のごとく暴れ狂っていて真ん中に何も身にまとわぬ一人の女が横向きに立っているのであるその女は輪郭の正しい横顔を見せパッチリした破綻鏡型の目を さながらいけるがごとく大きく見開いているのであるが興味あるのはその姿勢でそれは優雅なパウロワや自由なダンカンをまねたものでもなければまたロダン一派の近代彫刻をまねたものでもなくただ右に向いて歩くように足を軽く前後に広げ手のひらを開き肘を直角に曲げた右腕を前に出し左腕は 自然に下に垂れているるのである手っ取り早く言えばちょっと歩きながら虚守の霊をしているのを横から見た形であるがそれにしては手と顔とが離れすぎているからむしろ右手を高く上げてそれを自分で眺めているといった方がよくエジプトの薄浮き彫りに似ているようでもあれば生理学の掛けずの姿勢に似ているようでもあり その平凡な謎のごとき姿勢が妙に暗示的な不気味な神秘な感じを持って迫るのだったそしてところどころにできたひびのような氷の筋や無数の小さい泡粒やそれから唐草模様の緑の葉の一つ一つが強い大々色の電光を受けて 微妙な神秘な光を発している様はまるで世界中のダイヤや水晶や翡翠や琥珀を一つに溶かしてその沸騰最中を急に冷却して固めたように美しかった三人はひとしきり麻痺したようにたたずんで驚きと畏敬と賛美と 恐怖の混じった心でこの膨大な光る氷の宝石を眺めたそしてしばらくしてやっと氷から目を離して足元を見るとそこに劇薬を飲んだらしい銀像がかすかな微笑さえ浮かべて石のごとく凍って たれていた結婚のえんにでも出かけるような、びふ服を着て。